自民党女性局のフランス旅行問題なんですけどもどうしても松川るいさんとか今井恵理子さんばかりに注目がいっちゃいますね同じ国会議員であっても広瀬めぐみさんなんかには全く注目がいきませんこれ絶対ダメですということでね広瀬めぐみさんについてはこの前動画を上げましたので今回は地方議会の議員長崎県議の郷真奈美さんについていろいろ調べてみましたその結果ですけどもねうんわけのわからないとんでもない内容ちょっと私はねこれ議員と としてはね、完全に失格だと思う内容が多数出てきましたので、皆さんにご紹介したいと思います。さあ、その前なんですけども、8月20日これびっくりしましたね。自民党の女性局がこのような6行。 いいですか6行ですよ。今回のこと、ごめんちゃいね。じゃあ、そういうことでもう忘れてちょっとね、そういう内容のふざけたこういうコメントを出して幕引きを図ろうとしてるんですけども、何ですかこれは、もう本当に私ね、ますます腹が立ってきた次第なんですよ。ということで、郷さんに戻りましょう。これが彼女のホームページになります。まあ、これはいいですよね。普通のホームページですと。さあ、そしてね、こっからすでにおかしいんですよ。活動報告というところをクリックしますと、このような形で出てくるんですが、問題は まずこれ日付見てください。 3年前です。2020年の5月9日に、これ、鶴の港っていうんですか、折り鶴に祈りを込めて、いや、これいいですよ、活動してるからいいんですけども、3年間あなたは何にも発信していないんです。何にもやってないことですかと、ホームページでここでね、これ、県民に向かって発表といいますか、あどんどん、ね、こう発信していくのは非常に大事なことでしょう。ここ、何にもやってないんですよ。これ1つ取っても、あ、この人、私、アウトだなと思ったんですが、もちろんこれだけじゃありません。多数 さんとこいっぱいあります。さあ次は YouTube なんですよ。これね、県議候補と書いてありますので、これは。 今年の4月9日に行われました長崎県議選のこれその時の動画ですよねつまり選挙活動の一環として自分をアピールする場に YouTube を使ってるんですあこれはいいですよこれは全然問題ありません私が長崎県議選に出れば YouTuber をこう,こういう形でフル活用して自分をアピールしますからねこれ自体ち郷さん何の問題もないんですけども問題はね それじゃないんですよ。これ見てください。ゴーマナチャンネルということで、彼女はこの YouTube を運営しているわけなんですけども、私が気になったのはここでございます。はい、左下見てください。4ヶ月前って書いてあるでしょう。つまりね、さっきのね、これ、活動報告と同じなんですよ。このゴーマナチャンネル、YouTube はあくまでも、 選挙活動の一環で自分が受かりたいがための主張として運営しているとしか思いません。だって4ヶ月間何の発信もないでしょ私ね、これが頭にきてしょうがないんですよ。選挙戦に使うのはいいですよ。もちろんどんどん,どん使ってください。ただ、議員、議員であるんであれば選挙に受かるための活動で発信は重要ですけどもそれ以上に議員になった後の発信が重要じゃないですか。だから本来であれば、 ここからどん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 動画を出して、私はこう思う、こんなことが議会であった、この前のあれは非常におかしいと、野党に物を申したとかですね、そういうことを、これ、郷さん、どんどん発信すべきなんですけども、ないんですよ。これ見てると、郷さん、もうこの2つだけ見ても、あなた、やる気ありますかというのが、私の正直な感想なんです。で、今回の一件がありましたので、当然ながら、このコメント欄ですね、上から4つ見てください。ちょっと私、読みませんけども、まあ、 ひどいこと書いてありますわね。まあ私はね、匿名でこういうことをやりたくないもんですから、こういうことは書きませんけども、まあ、あこういうことになりますよ。書かれちゃうのある程度やむを得ないでしょう。そしてね、問題はそれだけじゃないんですよ。一番下見てください。これが実はね、このゴーマなチャンネルの大問題なんですけども、まずは日付見てください。4ヶ月前になってますね。つまり、 この方、これ女性だと思うんですけども、この方は、今回の意件は関係なく、ゴーマなチャンネルを見て、意見をしたんです。読んでみましょう。保育料を無料化にしてほしい。収入を上げたにもかかわらず、第6子なのに、すごいですね。第6子なのに保育料がかかりつらいですと。何かいい方法を教えてください。ゴーまなみ先生という意味でしょうね。そして、はい、ここです。返信がないんですよ。そして、 いいねボタンにもチェックが入ってないでしょう。これどう思いますか大問題ですよ。 なチャンネルということで、私に票を入れてってことだけアピールしたんですが、県民から有権者から、そのせっかくのね、豪マなチャンネルを見て、書き込みがあったんですよ。ところが、それに対して、返信はおろか、いいねボタンもね、つまり見てなんかいないということなんですよ。いかにこのね、マなみさんがでたらめかってことが、これで分かりますね。この県民、これはおそらく女性だと思うんですけども、女性の立場になってくださいよ。きっと何か返信があるのかな、いいねボタンぐらいつくのかなと思う ってちょこちょこ見ていたはずなんですがとうとう何もなくそして今回の一件でございます。 こんな人が県議やってていいと思いますかどうです今、この段階でもすでに3ポイントもおかしな特化ありましたね。まだまだありますよ。まだまだ続きますよ。さあ、今度は県政の報告見てみましょう。こんなページがありました。そして同じく、はい、日付ですけども、何年前の話をしてるんでしょうかそれ以降県政の報告がないんですかと。はい、じゃあちょっと話変わるんですけどね。ごめんなさい。中条清さんのサイト、これ私、別途動画上げてますので、これ、あの、概要欄に貼っておきますけどね。 中身のないホームページを上げている、ね、議員ってめちゃくちゃいるんですよ。中条清さんもそう。ここになんか書いてあるでしょ。高齢者がゆとりある生活ができればどうのこうの。これなんと彼の活動指針なんです。これがね、政治家としてのこう私はこうやってやってきますよと。つまり、一生懸命やりますよ。私はこう思ってますよ。で終わりです。 この6行だけが中条さんの主張なんですよ。とんでもないですから、ぜひホームページ見てください。これも概要欄に貼っておきます。あまりにも私、頭にきたものですからね、これあの、動画作ったんですよ。そちらもぜひご覧ください。ということで、話はこれ、ずれましたけども、また戻りましょう。はい、同じくね、これ、郷さんの今度は政策ということです。これ、期待したいじゃないですか。 笑顔あふれるまちづくり。まあ嫌な予感しますけども、医療福祉とあってね、障害のある方々が地域の中で暮らせる仕組みを作ります。うん、まあいろんな書いてあります。で、で次いきますと、子育てうんん地域活性化とありますが、これどうです中学校の生徒会長のね、これ立候補の時のこれ演説みたいなもんでしょう。例えば上、子育て、安心して子供を産む、えー、これ育むことをね、えー、ができる環境を整えます。これについて、 こんな一般論だけ書いててあんた政治家ですかって言いたいです少なくともこれに対して私はこういうことを考えているという次のね文言が必要でしょうそれがないんですよ一人親家庭のサポートを行いますそうじゃなくてじゃあそれどうやってやるんだと財源どうなってんだどういう形からやるんだとまずはどういう人を対象にするんだどの程度を私は目指して政策を進めていきたいんだ何にもないんですよ ひどいでしょう。地域活性化もそうですよ。県内での雇用を創出し、若い力で町を元気にします。本当にくったらないことしか書いてないです。中身が全くありません。0点です。これがね、自民党の議員なんですよ。長崎県民の皆さん、いいですか こんなくったらないことを乗っけてるんですよ。もう腹が立ってしょうがありません。ところがですね、こういう人たちというのは必ずやるんですけども、講演会だけは入ってねということでお願いしちゃうんですよね。で、私、ここで思い出したんですけども、はい、松川るいルイさんにね、ラスボスにちょっと戻りたいんですが。 今回の一件につきまして、私、松川るいさんのホームページも徹底チェックしました。そしたら松川さんもやっぱり最後にね、党員募集と。これ自民党というのは1000人集めて1人前ということは国会議員に課せられております。ですから、松川さんも1000人どうしても欲しいから、私を通じて自民党になってくださいというふうに書いてあるんです。まあ、これはいいですよ。これは問題ございません。そしてね、私注目したのはこれなんですよ。 松川類を通じて入党された方の特典として3番目松川類主催各種イベントの参加案内ということで朝食政策勉強会国政報告会懇親会などを行いますとこれにね私注目しちゃいまして。 もしですよ、私が松川さんを通じて自民党員になれば、松川さんと直接接点を持って、今回の一件も追及する場面を持てるということでしょう。ですから私は、自分のツイッターから松川さんのツイッターにですね、自民党員になりたいんですと、そしてなった場合には、このような政策会があるんですが、次の朝食政策弁公会はいつですか、国政報告会はいつですかということを書いて質問しました。1ヶ月弱前です。返事ですか あるわけないですよねこれが頭にくるんですよないならないって返信をよこせばいいでしょうがって話なんですこれ全く松川さんもありませんつまりね自分にメリットなる講演会に入ってくれあるいは自民党員になってくれこれは主張するんですよところがマルキきりフォローがありません松川さんもフォローがないということでこれ有名な方ですよね また話がそれましたので郷真奈美さんに戻りましょう。これが彼女のツイッターです。私もフォローしておりますけども、あの一件からね、全然と言いますか、全、ま、く。 全く落とさたないですよねはいあの一件つまりこれですまあこれがほぼ事実上最後ですね今回の問題が発覚してから同行した地方議員ですエコノミーで14時間私も行きましたけど大変でしたよみたいなことを書きましたこれが大問題になっちゃったんですよでこれで郷さんはもう貝のようにこれね自分からこう閉じてしまったということなんですいかがですここまで見ていて彼女は現状で議員として何も発信していないことがお分かりになったかと思います この時点で議員としては即刻辞職だと思いますけど、皆さんどう思われますか、私の考え、何か間違ってますかね、僕はね、全く間違ってないと思いますよ、話はまだ続きますよ、また郷さんのね、これ、プロフィールを見たんですけども、左下見てください、これ、第3期目のこれは選挙だと思うんですが、1万591票を取ったと書いてあります。 これ長崎県議選ですと1万票というのはこれ相当上の方になるんですがじゃあ今回4月の県議選どうなかったかと。 これ3期目なんですけども1万591票取ったのが今回は6067票と4割減ということになっています。めちゃくちゃ票落としてますね。で、得票順位20位ですからもう下を見ますと23位でこれ切れていますのでもうちょっとで落選です。まあ今回の一件でこれ、郷さんね、ほぼ終わりだと思います。ただね、長崎県民の皆さんお願いしますよ。忘れないでくださいね。こういう人を当選させちゃダメでございます。まあ頑張ってくださいと。もちろん立候補するのは自由ですよ。今回 のことをねしっかり釈明して長崎県民が分かったと言ってくれればまた堂々と胸を張って私は議員をやればいいと思いますが今あなたは全く釈明をしていません逃げてますよねこの逃げるという行為がね私は許せないんですよこれ皆さんも同じ気持ちでしょもう私もねもう怒り狂ってるんですよもう許せないんですよこういう行為というのがですよねさあまだありますよまだ続きますよこれ見てください日付見てください上 2012年となってますこれはねあのヤフーの知恵袋から取ったんですが長崎のタレント郷真奈美さん、まあ、この時まだタレントさんでした長崎のローカルタレントの郷真奈美さんですが子どもさんとの本これ UFO く,くんですかねというんですかねこれ息子さんだと思いますがと私とラジオな人々を読んだ方,あ方いますかとでこちらね今江理子さんと同じでお子さんがねハンディキャップあるということでこれはね郷さん大変だと思いますこれ今井恵理子さんも 大変だと思いますこれについてはねあの、今の一件とは全然別件で、郷さんも今井さんも頑張ってくださいと、頼みますよと、私、本当これは真相思いますよ。ただね、議員として話は別です。さあ、そしてこの下、ベストアンサーというのがあって、これ、誰かがこれコメントつけたんですけども、数年前、学生の時に a にアマゾンで購入して読みました。はい、こちらになります。えっ、ー、とね、これで、えー、これは私が言ったことじゃありませんよ。この方が言ったということで、そのまま掲載していますから。 いろいろ書いてあるんですけども、えー、上から3行目ですよね自分の欲と見えの話ばっかりですとてふうに書いてあります。で私個人的な意見としては、ね、こういう子をネタにタレント活動をしているように感じましたと。 ホームページには子供の写真をブログに載せていい母親を演じている感がします。その反面、女を捨てずに自分撮りの写真をアップしたり、何か自己顕示欲が強くて引きましたと。えー、と私はこの本は読んでいませんので、私は何の意見も言えません、ね。これはこんな無責任なことはできません。ただ、この方というのはどうもこういう印象を持ったという情報を発見しましたので、これはただ私、掲載します。あとは皆さんでぜひ読んでいただいて判断をされてください。 調べましたら、この本らしいですね。ハンディキャップを持った息子のこと、離婚のこと、ラジオのことということで、いろいろ書いてあるというね。これ、長崎新聞社が出したんですね。こういう本になっていますよね。ゴーーマのすっぴトークとあります さあいかかがですかねゴーマナミさんをいろいろと調べてみましたけども結論としては話にならないというのが結論になります今回の一件で逃げまくってるってことはもちろんなんですけどもホームページやゴーマナチャンネル YouTube を見る限り選挙で当選した後の発信が何にもないんですよこんなバカな議員があっていいんでしょうか許せないでしょ もう私、今日許せないばっかり言ってますけども、あのね、今井さんも松川さんもね、あとはこの,あの広瀬めぐみ先生ものが頭にきましたけど、郷なみさんもこれ、あかんですよ。これね、参加した他の地方議員も何とか探し出して、いろいろ調べてみたいと思います。また皆さん、ぜひですね、私に力をください。いいねボタンとね、えー、あのねじゃあチャンネル登録ね、よろしくお願いいたします。それでは